左足、ゴールから離れる、ニアだ、さあ流した、入った、長崎先制。今日注目の名倉がボールを取った、ドリブルがあるぞ、右が一つ空いている、右に送っていった、さあここでクロスを上げられるか、低いボールだ、シュートは決まった、長崎先制。ファンがボールを持った、ドリブルもある、そしてイバルボを前に走る、逆サイドもいる、イバルボールに出した、また戻す、ルアンのシュート、決まった決まった、長崎 J リーグ初得点、ルアンが決めた。川崎フロンターレから途中現地に設置してきたんですが、それが延長になっています。これは面白いパスだ、シュート決まった。このチームが九州ダービー対応せざる、縦に入れた、イバルボ、シュート、長崎が得た PK を得たイバルボが自信で決めた。左足、ゴールから離れていく、コーナーキックは中央、イバルボの上、決まった。左足は178センチ、ファーサイド折り返してきた、決まった。イバルボ落としてシュート、逆も引っかかる、だんだん近づいてきたが、シュート決まったー、ゴール、同点。さあ16番のマイクが縦へ、大竹、そしてもう一度大竹、大竹が前に向いていって、その中に入れてくるが、落としていって、まだ前向けない、こっから打っていきますが、決まったが来たか、いやファーだ、菊池が弾き返しました、こぼれ球拾った山口、縦に行った、あー縦のシュートは決まった。白から秋の富樫が動き出す、縦に入れて大竹、大竹のシュート、出ていきます、あとまた左サイドに展開、中見てワンツーを選択しました、亀川、いいボールですよ、中央のところボール落として、肩のシュート、しっかり狙えてるので、はい、続けていくことが必要ですね。さあ肩ボールキープして、米田を使って右足低いクロス、シュートだー、決めたー、手を落としたところ、米田シュート狙っていきます、収まってルアン、低いボール、シュートー、決まったー、話してというふうに話してますからね、はい、そういった面というのがいろいろこのビデオを見られてますね、はい、いい取り方しましたね。さあ左足のシュート決まったー、続けてクロスが入ってくる、肌がいる、決まったー、2点目、あーいいボール入ってきた、前で旗マイナス2点、流していって左足、押し込んだよ、ショーカー回りました、今度はニアサイドに出しました、あーっと押し込んだ、同点、あーここも入っていく、一つかわした、左足、逆転長崎、今非常に大事になるんじゃないかなと思います、はい、ここは長崎の長いボールですが、さあどちらが抑えるか、亀川流して旗のシュート決まった、がイバルボです、バーサイドのセザール狙いますか、決まりました、コーナーキックから長崎、左サイドでの展開です、18番の木田、3番の亀川です、木田を追い越しました、ニアサイドに、ファーサイドにヘディングシュート決まりました、2点目が来ました、長崎もう一度、このボール奪います、13番の加藤、加藤仕掛けて、まだある、玉田、細かいステップから玉田、中玉田とこういうボールは通りません、さあチャンスになる、シュートまでいけるか、渡して、亀川、ルアン、ルアン、シュートでいった、おお動けず、
田が入りました。キが入っていますが流れて米田を止めます。小口から狙った。こぼれて名倉のシュート。1点返した長崎。次と志村が遅らせましたよね、うまく。あとはサイドにボールを散らして中を割らせないように作りですね。中を割っていった。エリアの中に入ってきた。シュートだー。長崎先制。ゴールに向かっていくボールでした。いいボールですね。長崎ボール取り返した。シュート決まった。振り出しに戻せるかどうか。落ち着いて見事に決め、ただそのボールを 1,2 本つなげるともう1個チャンスが、いい突破ですね。亀川抜けた。シュート。玉田決まった。玉田今日3点目の玉田。さあいいボールが出た。シュートが決まった。長崎逆転。このゴールの距離ワン飛び込んでいく。対応センター。シュートを狙った。ディフェンスに当たる。マイクマのシュートが決まります。落ち着いて決めました。川村ですが、ここは名倉です。名倉からここに玉田ですが、名倉が最後流し込み。玉田が行きます。決めた。ボール奪って逆サイドフリーですけどね。ここはいい取り方しましたよ。チャンスになった長崎。さあ沢田のドリブルがある。ここでキープをしてスペースを空けて誰につなげるか。いいですね。海洋セザールだ。さあ海洋がシュート打てるか、シュート右足、ゴール左側、決まった。長崎同点。さあ今度は1点。長崎が左サイドから沢田ドリブルがある。切り込んでいく、切り込んでいく。クランダー、まだボールがこぼれた。名倉が決めた。角田は大きく振っていった左サイド。江川通った。中にはエジガルがいる。さあ名倉もいる。どうする。エジガルの前、ルアンのシュート、決まった。さあエジガルジュニオ後半から入ってきてまだ体力はあります。さあ1対2だ、1対2だ。どうする。右に送ってマイクマン、ヘディング決まるか。決まった。もう一度追いますよね。ここ早いです。回した。そしてポンと入れて、こぼれたボール、加藤勝の左足、決めた。前を向いてエジガルジュニオ、木田の右足はこのまま決まった。名倉から繋がって、マイクマン低いクロス、名倉繋いで自分で持っていって、右足股を狙って加藤のループシュート、折り返し決めた。長崎秋のワンタッチ、狭い局面崩していく大竹。これどうぞ。ダブルでこのサイドのドリブルともあります。こういったシーンが出てくるようになってきましたね。また長崎チャンス。エジカルジュニオ、平ドリブルがあります。中は中央で名倉が待っている。名倉中選択して木田のシュート、決めた。ただここ木田がボールを奪います。前を向いて自ら持っていって左足のシュート、決めた。木田2ゴール目と富樫が呼んでいますが、海洋セザール上がってきました。富樫につないで、富樫は自ら右足で狙っていった、決めた。無理はしないですよね、はい、そして鹿山を狙ったボールは残して、さあ変わって入ったエジガルジュニオ、ダイレクトで狙っていった。一発で仕留めた。いい狙いですね。磯村、イバルボを使ってイバルボのシュート。イバルボ、名倉の飛び出しはどうでしょう。旗は上がらない。名倉チャンスだ。名倉の左足、もう一度来た。名倉、浜田の左足、決まった。川崎が追加で早く入りますよ。チャンスになる。左で切ってきた江川、クロスが入る、低いボール、シュートが決まった。富樫が決め、江川
送って木田です。対応せざるに戻ってきました。縦に入れていく入れちゃう、いい展開ですよ。大竹エリアの中、さあどうする、クロス浮かした、ヘディング決まった、木田クロスが入る、こぼれたところ、サポーターは手拍子です。シュートは決まった、富樫が決めた、シュートは最後パワーだ、流し込んだ、決まった。